話題のニュースに鋭く切り込むゆっくりずんだもんニュースです。老後途上版タイムマシンブルー、もうすぐ劇場公開。ディズニープラス限定ですでに先行配信されてるが、シャラップ、私は映画館で見たいのよ。ディズニープラスに加入してないだけだろ。9月30日より映画途上版タイムマシンブルーズが3週間限定で全国ロードショーされます。途上版タイムマシンブルーズは2010年にテレビアニメ化もした人気小説途上版神話体系と、2005年に実写映画化した戯曲サマータイムマシンブルースのコラボとして誕生した小説です。途上版神話体系は原作もアニメも見たし、サマータイムマシンブルースの映画は邦画で一番好きだから、正直大興奮のコラボだわ。途上版タイムマシンブルースの小説が出た時、霊夢はすぐ買ってたもんな。映画の入場者特典として途上版神話体系の原作者森見富彦氏の書き下ろし短編小説が週替わりで配布されます。第1週は樋口師匠と弟子の修行を描いた不思議な石の話、第2週は劇中映画幕末軟弱者列伝の完成を記念した座談会ポンコツ映画宣言が配布される予定です。また9月23日から池袋のパルコファクトリーにて途上版タイムマシンブルース展が開催されます。設定資料や原画、再現されたタイムマシンの展示などが行われます。おいおい、名古屋パルコでは見れないのかい。名古屋人として一言物申す必要がありそうね。名古屋の品格が疑われるような行為はやめるんだぜ。それではネット上の反応です。途上版タイムマシンブルース公開楽しみ。舞台や人物の基本設定は途上版神話体系で、プロットがサマータイムマシンブルースなのか。監督は湯浅正明じゃないんだね。先行配信の評判見て劇場行くか決めよう。麦チケ特典のイラストはハードカバー版の表紙イラストの方が良かったな。近場で上映予定なし。でかい画面といい音で見れるから映画館は行くよ。配信も見るけど。1話見た、面白いね。実力派の声優多いから10年ぶりぐらいの収録なのにほぼ同じ演技を出せててすごい。あと明石さんが可愛い描写多い。ディズニープラスで視聴中、小分けで公開なんだな。続き早く見たい。昨日池袋パルコでスンスン巡りしてからの途上版展示見てきた。ディズニープラスで途上版習字視聴してるけど映画館に行くか迷う。サマータイムマシンブルースが17年前の映画だったことを思い出しショックを受けた。途上版タイムマシン曲も最高やな。ディズニープラスで途上版タイムマシンブルースを見て、ドラえもんのタイムマシンの形状は革命的なんだなぁと思った。絨毯の上にメーターとザイスがあれば、日本人はそれをタイムマシンだと認識するのだ。途上版タイムマシンブルースの前売り券届いた、持ち不満も届いた。これで京都をカッポしたい。劇場で見たいがためにディズニープラスで見ることを我慢してるオタク。 YouTube で予告映像や本編冒頭映像などが公開されてるから、気になる人は概要欄をチェックしてくれだぜ。私は帰って角川翼文庫版を読みますか。それでは本日のゆっくりずんだもんニュースは以上です。良い一日を。